はい、皆様へのこんばんは。はい、まもなくですね、チャンネル登録者の方が、2000人に達しようとしております。はい、ほんまにね、2020年から始めさせてもらって、そこからなかなかね、その応援ができてなかったっていうのもあって、まあ、3年間ね、ちょっと僕は放置してたみたいな感じになってたんですけど、まあ今年の開幕戦の動画にを、まあ、皆さん、プロ野球ファンの皆さんにみんな見ていただいて、まあたまに球場でも、この動画の方ですよねっていうふうな、風に言われるようにもなって、ほんまに、皆さんのね、チャンネル登録していただいたりとか、ほんまコメントしてもらったりとか、で、高評価をしてもらったりとか、まあ、それが毎日毎日ほんまにやっていただいているのがすごいほんま力になってます。はい、ほんまにありがとうございます。また2000人到達しましたら、またショート動画か普通の動画か上げさせてもらおうかなと思いますので、ぜひ皆さん見てください。お願いします。はい、で今日は、まあね、試合の日なんで、なかなかあんまり語ることないなと思ったんですけど、まあ、強いて言うならアルモンテが抹消されたことかなっていうところかなと思いましたんで、でちょっとそれを、主にして動画をちょっと話していこうかなと思うんですけど、アルモンテが抹消になって、明日またきっと誰かが上がってくるかなと思うんですけど、結局今年いる外国人の野手って全員ダメですよね。はい、で結局ね、ビシエドが上がってきても、全然状態上がらなかったりとかで、アキーノはちょっとダメでね、2軍にすぐ行ってしまって、ほんまに何の根拠もないんですけど、ああいう風に、シーズン前にすごい期待されて入ってきた外国人で、シーズン途中で2軍に落とされる外国人で、あんまり成功するイメージがないなっていうところではあります。でもこれからね、アキーノほんまに頑張ってくれて、ホームラン20本打ったりとかで、ランナー返せるバッティングとかね、してくれるようになってきたら、ほんまに希望と、夢と希望は溢れてくるんじゃないのかなと思うんですけど、ただなかなか現状でそんな簡単ではないと思います。難しい話かなと思います。はい、でカリステに関しては内野手の、バックアップとして補強したと思うんですけど、なかなかね、バッティングがちょっと思うようにいかなかったりとかで、ちょっと途中でね、永住権取るのに帰ってて、でこの間日本に帰ってきたみたいなんで、このアルモンテとカリステがチェンジするのか、はたまた二軍で、ちょっと結果を出してる郡司、石垣、ビシエドのどれかなのかっていうところになってくると思うんですけど、可能性的に言うとどうなんですかね。カリステが一番濃厚なのかなって僕は勝手に思ってますけど、郡司が、ちょっと見たらね、3割打ってて、で石垣も3割打ってて、でビシエドは、ホームランは出てないですけど、長打ね、打ってたりとかするんで、誰が上がってくるのか分からないですけど、石垣に関しては、ちょっと去年もね、なかなか、どうなんやろう、100打席ぐらいかな、100打席も与えられてないか分からないですけど、結構スタメンでね、起用されてたにもかかわらず、ちょっと、あれぐらいが精一杯なのかなっていう、自分ではっていう成績でしたね。はい、何か掴んでるかもしれないですけど、で、郡司は、去年ね、だいぶ3番でスタメン起用されたりとかしてたんですけど、僕もね、ワンチャン3番に郡司がハマってくれたりとかして面白いなと思ってたんですけど、なかなかやっぱり難しかったですね、ほんまに。それぐらいやっぱプロ野球は難しいですし、1軍っていう舞台って、やっぱ2軍とレベルが違うなっていうのは最近見てもすごい感じるんですけど、でも郡司はね、代打にいてると、フォアボール選んでくれたりとか、選球眼とかね、その1球、1打席の中でかけてくれるバッティングっていうのは、なかなか期待できるものがあるんじゃないのかなっていうふうに思いますけど、はい。郡司も、その代打として、アルモンテをね、立ち位置として置くんだったらありかなと思うんですけど、ただ郡司もまだまだ若いですし、これからね、きっとスタメンで出たい選手はあると思うんで、その出場機会を求めるんであれば、他球団にね、行った方が、そこは
得られるんじゃないのかなっていうふうには思います。はい。で、まあ、果たして誰が上がってくるのかっていうところではありますけれども、まあ明日を楽しみに待ちましょう。はい。で、まあ、高橋周平が昨日デッドボール受けてね、正式などういう風になったっていう情報は特に見受けられないんですけど、まあどうなってるんでしょうか。まあ多分今日抹消されないっていうことは、まあ大丈夫なのかどうなのかっていうところですけども、はい、まあ、また果たして、ラストチャンス継続はあるのかっていうねところでありますけれども、まあ、昨日コメント欄でね見てるとだいぶ高橋周平に関しての、まあ、辛いねコメントだったりとか、まあ、温かいコメントだったりとかを見させてもらって、まあ、皆さんこういう風に思われてるんだなっていうのはすごい思いました。はい。でまたね、借金が14になってきて、監督がどうだこうだっていう問題がね出てきてると思うんですけど、まあほんまに立浪監督が今これやめてどうして行ってほしいのかっていうね、ファンも立浪監督が辞めた、ほんと次誰がやるのかとか、でこのチーム状況で誰が次監督やりたいと思いますかって僕は勝手に思うんですけどね。はい。で立浪監督が、まあ、今やってきた野球っていうのを、また一回崩していかないといけないわけなんで、またきっと絶対弱いですよ、ずっと。はい。でまたそれをずっと見続けられるのか、文句を言わずに見続けられるのかって多分ノーだと思うんで、ほんまにね、人と同じ考えとか人と同じ意見を言うっていうのはすごい簡単なことだと思うんですけど、まあ日本人でね、そういうのがほんまに、まあ、そうやって生きてるのがほんまに楽ではあると思うんですよ、何に関しても。まあ、でもやっぱり人と違う視点で見たりとか物事っていうのを考えていけるようにならないと、まあ、本質的なものっていうのは見えてこないのかなっていうのは思いますけどね。はい。まあ、立浪監督はもうほんまにどういうふうに、ほんまに今後どういうふうにドラゴンズをしていくのかっていうのを完璧には僕も分かってるわけじゃないんで、そんな偉そうに物事を言うなって言われる意見もあると思うんですけど、まあでも監督が辞めて誰かまた監督になったからってこのチームは変わらないと思います、絶対に。はい。まあ辛抱強くこのね10年間、まあ、最近ファンになった方もいると思いますけど、まあ、10年間ね、ほんまにずっと弱いままなんです、このチームは。はい。だから、覚悟を決めて、ファンも、これからの立浪監督の野球っていうのを見ていきましょう。絶対に、上がってくると思います、これから。はい。それをね、信じて、僕ら見てやっていくしかないと思うんで、はい。辛い時期ですけれども、まあ、まあ、みんなね力を合わせて応援して頑張っていきましょう。はい。ほんでまた明日からね試合あるんで、元気出して、はい、応援して頑張っていきましょう。じゃあ今日も試合の日ですけれども、ご視聴いただきありがとうございました。